ヨハネス・ジェイコブ・ヘガチワイラー。ヨハネス・ヤコブ・ヘーゲット・シュバイラーは、スイスの医師、政治家、植物学者である。スイスの鉱山植物について研究した。チューリッヒ州のリファーソビルに、医師、農家の息子に生まれた。チューリッヒやチュービンゲン大学で医学を学んだ。チュービンゲン大学では、博物学者のカール・フリードリヒ・キールマイヤーの講義も、危機影響を受けた。 1812年に学位を得た。1813年からライナウの軍病院で働き、1814年から1831年まで、シテ派で医師として働いた。余暇に野生の植物を集め、自宅の庭で栽培し観察した。高山植物に興味を持ち、何度も登山を行った、特に標高3614メートルの通り。 サンには1819年から3度、登頂に挑んだ。東ディ山ンの初登頂には成功しなかったが、正確な地形図や標高測定結果、設計や氷河の観察結果や多くの植物標本を収集した。高山植物の環境の違いによる種の構成の違いに関する多くの知見を発表した。1822年にズルターのフローラヘルベチカの 改訂版を執筆し、1838年から大フローラデアシュバイツの執筆を始め、これは平原とシュバイラーの没後、オズバルトヘールによって1840年に完成された。政治家として中ヒ州の政府にも加わり、穏健な自由主義者として活動したが、1839年9月6日の保守主義者のクーデターによる銃撃戦で東部に被弾し、 数日後に死亡した。柳化の種、サリックスヒゲエッチバイラライに懸命された。ヒゲエッチブは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハネスヤコブヘーゲットシュバイラーを示すのに使われる。ありがとうございます。